2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました半間陽先生です。今回はね、月曜日からの設定で試験投資1000円ずつの少額投資ですね、バイナリーオプションの試験投資をしまして、月曜日3連勝でした。あんとこ3連勝ですね。この調子で今週ね、いい成績だったら自家用ジェット機が買えます。12億円ぐらい稼げます。ということでね、今回3連勝試験投資戦術の投資ですけどね、この新しいインジケーター設定方法もそんなに勝率いいわけじゃないんですけど、 70% 以上で約2週間分析ですね、12日間、土日が入るんで土日は休みなんで、1回ずつしか入らないようにして、12週間って言ったら14日ですね、12日で分析しますと土日がね必ず2つしか入らないんですよ。だから休み中投資できないところが分析が減るんで、ね、分析率が性能がアップするんじゃないかということで、12日間の設定で分析させて、おります。月曜日、今日月曜日、3回シグナルが来た、2回シグナル切って、2個打って1個打ったんですね。だから、3回勝ちました。で、全部勝ちましてね、この設定で稼げるのかなというようなことでね、こちらなんですけども、パソコンはねこちらとこちらでやってますけど、真ん中はね情報収集で動かしてまして、勝率 70% 以上で20個以上ですね。で、4つシグナルが白文字になって送信できるようになってます。指定の戦略でね、テクニカル分析の複合型でね、で平均左上が AUD、NZD がね、34ピップスになってますね。21回の平均のね、利益ピップスが34ということですね。マイナスも入ってるわけですからね、マイナスになったりするわけ、負けるとマイナスになるわけで、その平均値ですね。で、勝率が 71% になってます。2番目がユーロ AUD 70% 勝率で40個シグナルが出てます。ね、12日前からの分析で。で、27ピップスね。次、3番目、ユーロ USD が26ピップス 70% 以上と。で、GBP USD が 70% 以上で 20個出てます。で、22ピップス、ね、ですね、平均ピップスがね。他は出てません。見つかってません、シグナル 70% 以上の。ね、20個以上の取引のシグナルは見つかってません。ですので4通貨だけになってます。全部で17通貨あるわけですね。で、できないかということで調べさせてます。稼げるデータがないかなということで、全部動いておりますね。見つかったのは4つ、 白文字になりますね。テクニカル分析は秘密になってます。ここ新しくなってからね、全部変えました。で、表示も分析表示が出ないですね。シグナルだけですね。シグナルと決算だけですね。で、ここライブ投資なんで上の鑑識に自動売買設定を外してます。ダイアログね、この上にあるんですけど、これを外してます。これですね、この上ですね、この上、カメラの失礼したんですけど、一番上にねついてるんですけど、自動売買は禁止なんで、ライブ投資はね外してます。ちゃんと外してます。デモの時はね、使ってますけど、自動売買は、ね、ライブ、今小学でも自動売買は禁止ですから、半間陽先生はちゃんと規定を守ってるんですね。だから、そんなことでね、
月曜日3連勝、嬉しいことですね。うまくいくと、自家用ジェット機、本田さんがいいね、あれね、4か6億くらいのね、約ね、管理費入れると12億かかります、6億円でもね、車庫借りたりね、保険料を払ったりね、大体保険料がね、相当かかりますよ、ね。自動車保険じゃないから、ジェット機の保険ね。あと、運転してもらうパイロットを雇わないといけないわけなんで、そういう専門の会社があるんですね。で、年にね、まず、で、運営もしてもらうわけですね。私が使いたいときは使って、空いてるときは貸し出すという感じでね、運営をしていただいて、ね。ジェット飛行機をうまく、これがうまくいって今週成功すればね、12億円稼げるということでね、この、私は世界バイナリーオプションスペシャリスト社なんでね、まあ、1億円ぐらいは私は慣れてるんですけど、今回の成功がまた入れば、今度は、1億円をね、投資してやるんじゃないかな、もう、稼ぐとか言うんじゃないからね、12億円ぐらいは稼げるということでね、発表しておりますけどね。まあ、そんなことで、山小屋ですけどね、まあ、こちらは1リットル1万5000のミネラルウォーターでお茶を沸かしたりシャワーを浴びてますから、風呂なんかミネラルウォーターで入るんですから5万ぐらいかかるんですね、水代だけでね、風呂に入る水ね、ミネラルウォーター 1リットル1万5000のミネラルウォーターね、でお風呂入るわけですから5万ぐらい